ポリスと YouTube。 さあ始まりました、ポリスと YouTube。 本日のお相手はボーカル担当の加藤亮とギターキーボードボーカル担当の中島です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日何ですか。今日はお二人にご報告があります。梅人から。はい、梅人から。僕から。相手もいないのに。え、彼女いないですし、うん、結婚するときは二人に秘密でやりまして。行く歌いに行く。いや、もう国外で国外逃亡するの。え、何ですか。ですね、オリシと YouTube サブチャンネル作ります。おー、サブちゃん。サブちゃんセカンドチャンネル的な感じですね。そうですセカンドチャンネル。はい、はい、メインのチャンネルは以前から弾き語りとかカバーとか結構音楽の方をメインにしてたんですけど、サブチャンの方では企画ものとかバラエティチックなものをやっていきたいと思います。え、オリスト YouTube にもそういったこう音楽じゃないようなのあったやつ。はい、あれはオリスト YouTube でせずにこっちに来るってこと。そうですね。なんでメインチャンネルはもう音楽にドッと寄る感じで。そっか、なるとサブチャンしか出ない可能性あります。あるえ、ボーカルですよ。確かに、そうね、まあ、その可能性でも大よ、大あるんかい。そういや、以前から、はい、その歌をもっと上げてほしいとか、はいはい、ご要望があったんで、うん、結構オリストのファンの中でも純粋に歌を見たいっていう方がいらっしゃると思うんで、う、ね、はいはい、メインチャンネルはもう歌に絞って。なるほどね。プラスアルファもっとオリストのことを知りたいっていうコアな、ほうほう、うん、コアなというか頭がおかしいファンが。コアなでいいやん。失礼だ。コアなでよくない。いや、頭おかしいんじゃないか。頭おかしくない。じゃあその頭おかしいファンの人たちが見るようにってことですか。そうです。なんで納得したの。そんな人たちはいない。そうか、温かい。ちょっと変わった人がいらっしゃる場合もありますんでね、そのサブチャンを見ていただいてってことですか。そうです。なるほど。で、サブチャンの名前ももう決めてあります。名前、はい、はい、北島ね。いや、北島サブチャンが出るなら僕ら出らん方がいいって。それは北島ね。すぐ消される。確かに。それ面白そうだけどな。はい、新アカウント、はい、サブチャンのおチャンネル名は、うん、やめテレビです。ん？やめテレビ、うん、やめテレビだって。え、なんか僕らが聞かれてる。僕らのサブチャンじゃなかったの。そう、オリストのサブチャンみたいなじゃないの。いや、あれですよ、あの発端となったのは、うん、そのファンからこう、うん、オリストにもっと歌ってほしいっていうのと、はいはい、まあリアルな話、その企画ものの再生数が少ないから、うん、まあ急にシビア。そう、音楽いや、一番悲しいの僕ですから。まあまあそうですね。そうだから要望に応えて、こうオリストのメインチャンネルは音楽で、はい、サブチャンは企画、うん、そのサブキリするみたいなことですね。そう、はい、でそのサブチャンの名前がやめテレビ。なんでやめ、まあやめ、僕たちやめ出身ですけど、うん、やめテレビ、やめ代表しますみたいな。そうですね。まあで、このチャンネルの運営者は、うん、まあ、僕がやります。おお、企画とかから。そうもう内容、企画、撮影、出演者誰が出るかとか。めっちゃ楽しそうやん。え、じゃあ俺たち出演者誰が出るかっていうことはやっぱ僕ら干されるパターン。干しはしないですけど、はい、もう毎回出れるとは限らない。確かにサバイバル的な感じ。まあ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 、でもそれだけやめの他の人も出るってことね。じゃあそうなんですよ。あ、いいね、それは。オリスト以外にはやめで活動している YouTuber というか、うん、いろんな人がいるんで、そことコラボとか。黒木ひとみさんとか D ババさんとか。 D ババさんとか。いや、イニシャルで言っとかんと、さすがにね。いや、なんで黒木ひとみフルネームで言ったの。ダニーババさんをこんなに隠すの。D ババさんとかね。D ババさんとか、うん、多分見ていただいてるから。あ、ほんと。たまにあの YouTube の話とか。あ、ほんとは、ありがたいですね。なんか歌に絞らずやったらいろんな人とコラボできるから、うん、あ、そうね、確かに。そういうメリットね。あ、
確かになんか結局歌につなげんといかん時とかあったもんね。そうなんですよ。でなんかこう音楽一緒歌いませんかとかそういう時もあったんで、うん、なんか普通にこうお話できるとかね、うん、そうそう、どっかやめようふらつくとかなんかそういうのができたらいいですね、うん、ね。じゃあその買わせるシリーズとかも全然関係ない人に買わせることとかもできるんだそうですだからパソコンとかね、そうそう、まあ、さっきもパソコンあったけど、ハイスペックマックを D バワさんに買ってもらう。それはもう僕が頑張って買っているプレゼンでしょう。おもろ、いいっすね。いいね、幅も広がるけどね。そうですね、はっきりしますね、うん、なんでまあ今日はその報告と、うん、オリスト2人の出演以来オファーおおもう兼ねてるんで、はい、出てくださいます。まあでもね、正直ね、まあまあまあ、なんかこっからいくよね。はいはい、そんなシビア意外とそう、そうなんですよ。あ、いやっていうのは守らなきゃいけないんで、メンバーをメンバーっ、かっこいいことめっちゃ言うけどさ結局金やけんないやいや、全然もちろんもちろんですよ、うんうん、喜んでですよ。いや、よかったです。ここでなんか断られたらもうオリストを完全に省いて盛り上がっちゃうとこだったんで、で途中から忘れてきてたけど一応僕らのサブちゃんやけどね。そうそうそう逆にありがとうございますよ。それで言うといや、運営していただきありがとうございます。そう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 、ありがとうございます。そしてね、頭のおかしいファンの人たちのためにもそうですよ、楽しんでいただくと、うん、突っ込んでくれんと、そこは一番頭おかしいやつやはい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 、ということで、はい、今後不定期ではありますが、うん、サブちゃんやめテレビの方で続々と動画が上がっていくと思いますので、はい、ぜひお楽しみに。以上、やめテレビでした。やめテレビ、どっからやめテレビやったんやこれ。わからんわからん、むずいむずい